今日は私だけじゃなくてスペシャルゲストがいます。じゃんじゃーん、お姉ちゃんです。実はね、今日は家族全員来ましたね。で、あとママとパパ多分少し出ます。で、今回のテーマですね、皆さん大好きの日本展。なぜまた日本展来ましたの？私と姉一緒に東京にいたよね。2人しかない。だから今回はその思い出を思い出しましょう。じゃあ、というわけで今日の企画は台湾人家族一緒に日本展に行ってみます。何を食べようか。たこ焼き。実はね、姉は昔関西で住んだことありますよね。1年ぐらい。え、じゃあ関西弁。そうやな。そうやな。で、私は今日は冬だからおでん食べたい。すみません、皆さん、あることを気づきました。こちらの日本店のおでんですね、ちょっとおでんっぽくないですね。なんかおでんは一つ一つ単品が選べるでしょ、うん、あれは選べない、うん、しかもね、おでん以外の値段はちょっと高い。高すぎてびっくりしただよ。2800元でしょ。ちょっとパスしよう。じゃあ他のものを選びましょう。こんにちは。你要吃什么？串揚げ。啊，你要吃哪个串揚げ？鲍鱼。好啊，那就那一串哈。好。好。じゃあまずはたこ焼き。どう？日本のたこ焼き似てる？うん、似てますけど。那吃看看吧。関西に住んだことはあるから、たこ焼きに超厳しい。やっぱり違いますね。でも中には確かにたこでしょ。台湾のたこ焼きってさ、いつもイカでしょ。これ台湾あるあるです。でもこれは結構高めですよ。150元。普通の台湾のたこ焼きのもうすぐ4倍です。中に食感の味はあまりありません。 だよね。でソースも違います。あと なんでカツオないの？やっぱり関西のたこ焼きは一番大好きです。はい、次はうちのパパが頼んだのはピーワンシェパン。美味しい。あ、是什么味道？蟹肉的味道。啊，你之前在日本的时候有吃过这个吗？有，忘记了。太久以前了。啊，你以前住日本都吃什么？乌冬。乌冬哦。有吉诺亚。哦，你也吃有吉诺亚。350。你还记得价钱？我摸你是450。哦，すごい。那你记得价钱，但是你不记得你吃了什么其他东西。さすがうちのパパ。嗨，次はママです。哎，你今天为什么来日本想要点鲍鱼？因为之前去日本有吃到日本的鲍鱼，美味しい。慢。跟之前在日本吃的有不一样吗？日本的比较好吃，它是有入味，可是它加了黑胡椒，就可能把那个鲍鱼的原味不见了。妈妈的食レポうまいですね。日本的话，它就是纯粹的鲍鱼那种巨蜥的感觉。对，吃下去会不灵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 。啊，你自己去过几次日本？至少有五次。日本干净，每个人都很客气。我最喜欢东京，还有横浜。我没有去过哎。横浜有啊，我们有住横浜的饭店呐。哦，可是我没有印象。我原来我有去过，因为太小了。またいつか家族全員で日本に行きますように。デザート。これでかいよね。あれ、日本そんなにでかいの？いただきます。硬い？ちょっと硬い。あー、その顔はちょっと分かったかな。タレちょっと甘すぎて。
タレは甘いしょっぱいの一番大好き。タレはこのみたらし団子の魂ですね。もう名言ですよ。じゃあいただきます。かっぱ思ったより硬い。もう餅じゃないね。ご飯はこうやって包んで包んで包んで、そういう感じかな。炭で焼いてたでしょ。多分焼きすぎかな。ちょっと残念。次はわらび餅。同じ味。同じ。おいしい。なんか意外とこっちの方が甘くないかな。あれ甘すぎる、うん、あとこれわらび餅、本当にもちもちしてて美味しい。じゃあ同じ店のこれ焼きおにぎり見てください。中には何かありますか。中にはあれ何もない。まあとにかくいただきます。うん、でも思ったより美味しい。なんかニンニク。そうだ、ニンニク好きじゃない。好きではない。うちの家族ね、偏食だからさ。うん、でも美味しい。あ、私大好き。よかった。じゃあどうする、もしラーメン食べるとき。だから醤油ラーメンの方が好き。豚骨ラーメンは美味しいですけど、ニンニクが多すぎ。強いです。多分うちの家族は二郎ラーメン食べれないね。じゃあ皆さん引き続き食べよう。不好吃。太硬了。硬い硬いね。そういえば、私たちはお互いの好きなものはあんまり知らないかな。例えば私、日本にいたら必ず食べるものはお寿司、あととんかつ、あともし関西なら串カツ。串カツの方が好き。あ、姉は姉が関西に住んだ時、いつも何を食べる。スーパーのお弁当。スーパーのお弁当超意外。割引時間はだいたい7時から8時。たこ焼きのお弁当もありますよ。たこ焼きのお弁当。たこ焼きのお弁当じゃなくて、たこ焼きとお弁当を書いて家に自分のお弁当箱に入れます。ミドル特製。え、すごい。本当だ。なんか自分の手作り弁当みたいな感じ。でもこれ全部スーパーのお弁当。スーパーのお弁当です。で多分周りと、え、ミドルちゃんの料理は上手。上手。すごい、面白い。じゃあ他のものちょっと探してみよう。沖縄アイスクリーム、おいしい。アイスクリーム、これこの間の日本店は買えなかったの。シークワーサーのアイスクリーム。じゃあいただきます。いただきます。どう。有点芋の口味。なんかしっとりな感じ。很独特的味道，台湾没有的。那你喜欢吗？喜欢。もうシークワーサー本当に最高。でもドリンクの方が美味しいです。楽しかったでしょ。満足です。
で今回は本当に家族全員で初めての日本人でした。みんなで一緒に日本のものを食べるんで本当に最高。でもやっぱりみんなで家族全員で一緒に日本に行きたいでしょ、うん、来年、再来年、それさ再来年いつか叶いますように祈ります。じゃあもし今度一緒に日本に行くならどこに行きたいですか？大阪に戻りたい。おー、大阪に帰りたいでしょ、うん、お好み焼きとか牛カツとか食べたい。そう、食べたいの。はい、もしこのシリーズが良かったらぜひグッドボタンをお願いします。はい、じゃあというわけで今日の動画はおしまい。また次の動画でお会いしましょう。それじゃあバイバイ。この動画が好きならコンチャンネルしてグッドボタンを押してください。それから私たちチータモールをフレッシュお願いします。下リンクがあります。それじゃあバイバイ。またねー。またねー。